か。ファースピアの池田と申します。よろしくお願いします。今までの皆さんの発表とは違って、どちらかというとその、ギャラクシー、ピタゴラギャラクシーのもう少し、なんていうのかな、自分たちの作ったツールをどうやってこの中に入れ込んでいくのかというようなサイドの話をさせていただく予定でおります。で、ギャラクシーをどのように利用していますかということで、なんか偉そうなこと書いてますけど、基本的にほとんど自分では使ってないです。あの、一つの理由はやっぱりそのウェブのインターフェースが面倒くさいっていうのがあって、コマンドライン打った方がよほど早いよねっていう正直なところはあります。で、ただですね、一つあのここに書いてありますけれども、まあ、一つの項目として便利だなと思っているところの一つは、そのパラメーターの辞書としてマニュアルを読めばいいんですけど、結構マニュアル読むの大変と。で、ギャラクシーにインプリメントされているツールに関して言うと、このオプションはどういう機能ですっていうようなことがある程度あの詳細に書かれているものもあります。で、そういったところが便利っていうのがあるのと、それからあのどなたかに例えばこういうツールでこれやりたいんだけどって聞かれたときに、あの時間が取れないとすると、あ、こういう方法でギャラクシーで動くので、見てください、そういったことができるというのがあります。で、それからそのギャラクシーのユーザーインターフェースが、まあ、これあのたくさんこれから使ってくれる人が増えてくると、まあ、比較的皆さんで、あ、このインターフェースだったら使えるねというような、そういった標準になってくれないかなという期待もあります。で、ツールの説明ということで、あの、もしウェブサイト見ている方でバリアントコーリングのサイト開くとワークフロー入ってないじゃんっていう話なんですけど、これ、まあ、D ワードで説明させていただきます。で、ギャラクシーでツールを提供するときにやっぱり一番問題になるのは、その中で動くバイナリーどうするのと、それからそのツールが必要とするリファレンスであるとか、まあ、インデックスのデータであるとか、まあ、大きな括りとしてデータベースどうして解決するのという話、それからそれぞれのパラメータを与えなきゃいけないんですけども、あの一生懸命例えば オプションをたくさん作ってつけて、このツールにはいろんなオプションあるんだけど、結局どれ使えるのみたいなところがよくわからないと。で、そういったところをですね、あの解決していこうということです。で、今回その GATK で、まあ、実は GATK でもなくてもよかったんですけれども、まあ、普段使っているものはこういうもの で、 GATK の場合、例えばあの先ほど新海さんが紹介したタイプラインの中ではバージョンの 1.6 っていうようなものを使ってます。ちょっとバージョン今現在は 3.3 なので古いんですけれども、一つの理由はあの新しい方のバージョンは基本的にはプロプタイティで、それぞれのライセンスが必要です。アカデミックの皆さんは無償で使えますけど、コマーシャルベースで使う場合には有償です。で、そういうことになると、じゃあピタゴラギャラクシーにそういったツールを組み込んで提供することはできないと、じゃあどうしようかという話になるわけです。で、じゃあどうしようと。で、まずじゃあその GATK のバイナリーみたいな、そういったプロプライエタリーなものを、ギャラクシー、ピタゴラギャラクシーの中にあの容易に組み込んで使うためにはどうしたらいいのかという問題を解決していかなきゃいけないねと。で、一つの解決方法としては、皆さんが通常のデータを登録するときのようにアップロードデータという方法を使って、ギャラクシーにとりあえずバイナリーコードをただ読ませてあげると。で、やってみたんですけども、これは実はうまくいかなくてですね、あのせっかくターでコンプレンスしたやつをわざわざあの展開してくれると。それから、改名コード、実はその Mac を使っている皆さんと Windows を使っている皆さんと、それからあのそれ以外の皆さんで結局、行末の改名コードの違いみたいなものが問題になるんですけれども、ギャラクシーの場合は割とそのあたりは丁寧に面倒を見てくれるので、バイナリーのデータを読ませると改名コードのところをちゃんと変換してくれるので元に戻らないというような問題があります。で、ここから一応その GATK のインストールツールをどう使うのかという話をさせていただくんですけども、まずあの皆さんそれぞれ GATK をブロードインスティテュートがダウンロードしていただくと。で、ここだけはそのどうしてもコマンドラインの機能が必要なので、ちょっとだけ我慢していただくとして、下2行にあります。あの斜めの線入っているのは次に書いてある行の内容は1行とみなしてねというようなあの一種のおまじないです。マッキントッシュや Linux の方はこのままいけると思います。これを入力していただいて、GATK の
パワーコンプレスしたものを一旦別のファイル形式に変換していただく形になります。細かいところは多分こちらの方見えないでしょうけども、このまま入力していただくと多分うまくいくと思います。でそうした後に、アップロードファイルを選択して Galaxy の方に UU エンコードした形のデータを登録していただくと。で、皆さんのピタゴラ Galaxy の中にすでに入ってますけども GATK 3.3 バイナリーローダーというものを選択していただいてそこで実行します。すいません、参考までにお伺いしますが UU エンコードという形式ご存知の方、割とお年上の方ばかりだと思いますけど、UU エンコードって全然多分ご存知ない方の方が多いと思うので、もともとはですね、ユニックスのその昔のユニックスのマシン間でバイナリーのデータをやり取りするときに、7ビットの普通に文字で読める ASCII の文字コードに変換して送りつけるというプロトコールでした。今でも使われてますけども、例えば今だとベース64とか、E メールにアタッチメントついているような形はそうなってます。UU エンコードすると何がいいかっていうと、ちょっとこう見ていただくと、バイナリーのコードなんですけど、最初にそのファイルのパーミッションがあって、ファイル名があって、下は基本的に読める形の文字列になっています。細かい話をすると、3バイトをデータを受け取って、4バイトを出力するような形になるので、3割ほどデータ増えます。でも、バーチャルマシンの中と外とのやり取りで、皆さん、その同じコンピューターの中で使っているので、それはあまり大きな問題にはならないと思います。で、ワークフローの使い方ということで、で、ここでちょっとその、ワークフロー入ってないよということに関する、ごめんなさいをしたいんですけれども、ワークフローを作ってたんですけど、結局いろんなところで同じパラメータを設定しなければいけなかったりとか、それから、データベースを同じものを設定しないとちゃんと動かないとかということがあって、そういったものをどんどんまとめてスクリプトにしているうちにワークフローの外側に出る部分がなくなってしまったので、まあ、そういったわけで、実際にはワークフローの使い方というかツールの使い方になっています。で、ちょっと細かいことはもちろん見えないんですけども、実際中開いていただけると、バムのファイルを指定するところ、その中で、自分の興味のある領域をエドの形式で指定するところ、で、それ以外の部分に、基本的には分かりやすくしたつもりですので、ご参照いただければいいと思います。で、実際中で何をやっているんですかというところについて、ちょっとだけ。バムの入力を受け取って、ピックアールを使って、マッピング攻撃0のところを処理します。それから、それぞれの、リードグループのインフォメーションを正しく入力して、で、それにインデックスをつけて、GATK の 3.3 で使えるような形に変えたものを、実際にギャラメントする、それから、ベースのクオリティの修正をして、で実際に最終的にハプロタイプのコーラーに通すというようなパイプラインになっています。でこれが一つのスクリプトの中に一つになってしまっているがためにワークフローの外側に出てくるものがなくなっちゃったというような形です。で、基本的にはですね、僕自身やっぱりそのピタゴラギャラクシーに期待するところというのは、多分その普段解析作業をされている方の中にはかなりご経験あると思うんですけども、実際にこういうツールが良さそうだと、で思ってソースも公開されているので、ダウンロードしてきたと、自分とこのシステムで動かそうと思った、ところがこれは動かないと、そういう経験のない方っていらっしゃいますか？多分ないと思うんですね。でとにかくですね、この最初のステップが結構大変で、人のツールをもらってきて評価しようと思ったときに、まずコマンドラインベースでちゃんと動くかどうかっていうのが問題で、もう一つはそれに食べさせてあげるデータを、正しいものを自分が用意できるかどうかっていうのがよくわからないと。で、しかも、エラーメッセージが出てきたときに、かなりあさってな方向向いてるエラーってたくさんあるんですよ。これはこうだって言ってるんだけど、実はタブ区切りのはずのものがスペースになっていたんで、データベースをうまく読んでこられないとか、でそういった問題はですね、できればこのピタゴラギャラクシーの中で動いていると、皆さんが例えば将来こういうツール作った時に、すぐ使ってもらえると
とりあえずピタゴラギャラクシー開いてもらえれば自分のツールは動くので、それで評価してもらって、でそういったものができるようになればなというふうに期待しています。で、だんだん時間なくなってきましたけれども、ピタゴラギャラクシーで皆さんの作ったツールをぜひ公開しましょうと。で先ほどのように、例えば GATK のようなライセンスが個別に必要なものであっても、ピタゴラギャラクシーに取り込んで公開する手立てがありますと。で将来ですね、こうそう全てを叶えるアプリケーションが揃うかもしれない、ピタゴラギャラクシーにはねっていう、どこかで聞いたようなセリフで終わりたいと思います。よろしくお願いします。